ポケモントーナメントチャレンジカップモンスターボール。あらかじめ用意されたレベル30のポケモンによるこのトーナメントを制するのは果たしてどのトレーナーなのでありましょうか。さあ目あぶりに歩き一発。さあこちらは歩き人。おっと命中率がダウン。両者ともまだまだ疲れを見せておりません。ここで波乗りだ。おっと当たりません。さあここで効果は今一つのようです。さあ熱いバトルが展開されております。指示が出揃って、この攻撃、あーっとこれも当たらない。おっと特殊防御力がアップしました。さあ熱戦が続いております。これはどうだ。おっと攻撃が外れた。両者とも大健闘です。さあこの場面で、おっとこれは外れ。さあこれは歩く一発。白熱したバトルが続いております。両者向き合って、これだ。逆転をついた。やっと力尽きたか。さあ次はどのようなポケモンを出してくるのか。ここで3度の登場だ。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さて、おお狙い的中。あーっと一撃で倒れてしまった。さあ出せるポケモンは1匹しか残っておりません。ここでロコンの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。現在のところ、ゴルポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっております。おっと、これは！おっと、当たりません。この攻撃、おっと、あまり効いていない。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。おーっ！見ている。おっと威張っているぞ。おっと混乱した代わりに強くなりました。さあ激しいバトルです。最後の一撃が炸裂。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここで試合終了。